走るほど好きになってゆくよ。いつだって君は僕の太陽でいてほしい。はい、アンカーカーの吉江のキラッと秋夢気分、ジュンズ音楽室より高画質高音質でお送りしますということで始まっちゃいました。こんばんは皆さん、アンクアクア吉江です。びっくりですね。1週間前の11月3日にこちらジュンズさんで、あのダーサミちゃんとあとハイパーさんの番組でゲストで参加させていただいて、まさかまさか1週間後に自分がここに、しかも一人で、はい、スイートジョッキやっちゃうなんて思わなかったんでびっくりしてます。今日は皆さんの力をたくさんくださいということで、こんな感じで皆さんの TL にもお邪魔しますんで、本当に初めて一人で今日は TJ をやるので、本当に未知な感じなんで、どうぞ皆さんお手柔らかにお願いいたします。今日はちょっと見てくださいよ、私生足になっちゃいましたよまさかのまさかのまさかのそう、千葉さんじゃないんですよ、山中さんですよいや、え、いや、まさかの、はいまさかのまさかの、だって私、はい、もう予定に入ってたんで、予定に入ってたんですか、山中さんが絶対上層言うんじゃないかってね、大体もうそうなんですね。カメラマンの中尾さんまで足出してます、はい、本当ですよね。まさかのまさかのということで始まっちゃいましたね。今日はアンカーカーの吉江がキラッと秋夢気分ということで、通常は小田あさみちゃんの、キラッと無敵の可愛い放送室ということで毎週水曜日にやってるんですけど、火曜日か、間違えちゃったということで、それを今日はあさみちゃんが舞台のあれなので、今日は吉江が代わりにということで、はぁ、ドキドキですね。ということで TL を読みしたいと思います。ゆうすけさん、ゆうすとさん、吉江さん、メイクバッチリですね。あ、本当ですか、ありがとうございます。諏訪さん、足以外に歌についてもツイートしよう。そうですね、音楽室ということなんで、まあ、もちろん私はアンクアクアというユニットでアーティストなので、はい、足は出してますけど、はい、まさかの回し回しで素敵です。もくもくさん、ありがとうございます。友太郎さん、ジュンズさん、音が小さいと思いますので、ぜひ音量を上げてくださいとのことですね。はい、そうなんです、ジュンズさん、アンカーカーのしーちゃんが一人で頑張ってます。はい、今日は一人なんで、本当皆さんの力を借りつつ、はい、やっていこうと思うので、よろしくお願いします。はい、まあ、今日はね、そんな感じでいろいろコーナーもね作ろうと思ってまして、まあ、吉江の相談コーナーとか、まあさみちゃんもやってましたけど、相談コーナーも設けて、何かしらなんかね力になれたらいいかななんて思ってますので、よかったら相談あればツイートしてください。はい、あ、佐々木さんもありがとうございます。株式会社ナウ、ありがとうございます。コムさん、唇テカテカ。あ、そうですね、結構グロスライブの時とか塗ってんですよ。普段はもう塗んないんですけど、はい、唇です。佐藤マロさん、佐藤マロ ORG さん、ちょっとごめんなさい、読めないです。モデルさんはしてないのかな。はい、モデルはしてないですね。はい、ということで佐藤マロ、ごめんなさい、読めないですけど、 ORG さんのとこにTL にお邪魔しますということで、お邪魔してみましょう、初の今日。現在大阪ジャパン、あ、カフアさんの出席番号180番ということですね。今日そういえばカフアさんもいい朝やってましたね。私ちょっと遊びに行った時にちょうど終わっちゃったんで残念だったんですけど、マリエさんポイント現在50ポイント。あ、そうなんですね、マリエさん。ツイート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 、ちょっと時間かかるな。そう、ハイパーさんも今日いないの。そう、ハイパーさんもいないんですよ今日。昨日は
ハイパーさんと私で、あのハイパーさんのお力を借りて二人でやらせていただいたんですけど、はい、今日は一人なんですよ。本当にドキドキです。あとは終わった、最近涙もろくなったんかいな。そうなんですか、涙もろくなったんですか。私も最近も涙もろ、涙。そうだな、あ、最近涙したのはサプラさん、サトサトプラネットさんのワンマンライブに31日行ったんですけど、その時にやっぱ MC でもいいことを言ってたので、本当になんか涙しそうになっちゃったり、あと歌でも涙しそうになりましたね。あと、いいな、別府温泉、もう別府温泉行かれた方いたんですね。はい、他にもあるかな。わ、リハビリってことはやはりむち打ちに災難ですね。あ、誰かがそういうことになったんですね。まあ、そんな感じでお邪魔しましたので、はじめましてですね、私。皆さん、どんどんフォローしてくださいね。私もフォローさせていただきます。はい。ということでですね、吉井さん頑張ってね。今吉さん、ありがとうございます。あ、相談、諏訪さんから、諏訪ゆずさん。エリマキトカゲを飼育していると女子から惹かれますか？エリマキトカゲを飼育していると女子から惹かれますか？いや、別に惹かれないんじゃないですか？最近は、ね、そういう昆虫類って言うんですか？違うな、爬虫類？そういう系も飼育されてる女子もいますからね。はい。せいすけさん、せいすけ0910さん、応援しています。グレーフレーよちえ。ありがとうございます。吉江さん、あんまり頑張らないで自分のリズムを大切にしてくださいね。友太郎さん。ありがとうございます。ジャンさん、こんばんは、アメリカンポップな感じですね。ブロジスシオナルさん。ありがとうございます。じゃあ、初めましてですね。ブロナル、すいません、ジースシオナルさんのとこに、TL にお邪魔しまーす。ということで、初めましてだ。愛媛ジャパン、あ、愛媛の方なんですね。ウェブ系の人間ですが、ビジネス本の読書にハマってます。最近ある写真家さんに影響を受けてる感じのままに写真を撮りたくなりました。あ、誰にも譲れない数字、カフアさん出席番号200番。あ、カフアさんということで200番なんですね。ツイートツイートツイート。ブロゲッショナル、全然嬉しくない。ブロゲッショナル、あ、ブロゲッショナルさんって言うんだね。はじめまして。は、今二次元のあの人と電車に乗って妄想して興奮しています。あ、妄想フェチですか。妄想いいですよね。私も好きです。ブロゲッショナルさん、お疲れ様でした。神田さんのおすすめサイト、ブロゲッショナルさん今やってます。メルヘンチックで可愛いですね。カワさんかな、流しね。そうなんですね、なるほど。あ、いろんな方、有名人は辛いですね。ほう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 、いろんな方のリフォローされてますね。フォローされてます、ツイートされてますね。ブロゲッショナルさん、皆さんもフォローしてくださいね。私もさせていただきます。ありがとうございます。ということでですね、黒大輔さん、内江さんポワポワした感じでいいですね。あ、ありがとうございます。いやー、ゆうすけゆうそさん、あさみには内緒にしといてあげます。あ、諏訪さんのね、エリマキトカゲを飼育してると女子から惹かれますかっていうことで、そのことについてあさみには内緒にしておきます。せいすけさん0910さん、おしゃれな内江さん、また顔小さくなったんちゃう？あ、ありがとうございます。いやー、まあ、マッサージはあんましないんですけど、でも美容オタクなんですよ。なんで、まあ、小顔ローラーとかも朝見やってましたけど、あれの、あ、ちっちゃいバージョンの、今ちょっと、携帯ストラップについてるんですけど、今携帯ストラップ向こうに置いてきちゃったんですけど、あとは、そうですね。岩盤浴が大好きです。とにかくハマってるのはあれですね、岩盤浴でスパで
ラクアが好きです。もうラクアにどんだけ貢献してるかっていうぐらい大好きです。なんか明日あれですよね、ラクアが10日だから明日イルミネーション点灯式があるらしくて、伊藤優奈ちゃんが出演されるそうで、ちょっと見に行っちゃおうかななんて勝手に思ってます。あとですね、まあ吉井の相談コーナーということで、皆さんよかったらあれですよ、ツイートしてくださいね。ということで、コンさん、吉井さん、後頭部へこんだ？あ、後頭部、そう後頭部、あの私ショートカットなんで、こう盛り上がってたんですね。だから今日はちょっとまとめたんで、そうなんです、へこみました。あ、トモトロさん、あ、ちょっと TW、マドさん、今日のファッションショーのテーマは一月早いクリスマスツリーですか？飛ぶ格好されたら木に見えそう。確かに木だ、グリーンですね今日。確かに、てか明るい。最近私モード系に走ってて、白黒のモノトーンが好きだったんで、明るい格好で最近持ってなかったんですよ。だから結構これ1、2年前の服装になるんですけど、引っ張り出してきました、グリーンを。昨日はブルーだったんですけどね。はい、ソアさん、ソアユーストさん、そうなんですね、アサミンは昆虫類嫌いなんですね。まあ、昆虫類が苦手な女子も確かに多いはず。うん。SP ラブさん、出た、コアゴロ。コガオローラストラップ。そう、コガオローラストラップ。あれ、980円ぐらいだったんです。はい。ユースキュートさん。はい、ありがとうございます。森富崎さん、山中さん、画質度が美しいです。あ、綺麗なんですね。なるほど。聖介さん、かわいいちょんまげ。あ、これ確かにすごいちょんまげになってますよね。うんうん、ちょっと私の声ちっちゃいかな。トゥ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 、音がフラフラしてます。もんになった。里丸おじさん、こんばんは、お疲れ様です。さっき、よしえちゃんに TJ お邪魔されちゃいました。はい、お邪魔しちゃいました。はい。今日は2回目の TL にお邪魔しますで、ドキドキですね、これ一人でやると。音が戻ったら、エコーがかかってる。ひまわりさん、ディープスカイさん、音恐怖感ですね。ということで、音、ということでですね、吉井の相談コーナーももちろん設けてるんですけど、私もう一つコーナーを考えてきました。今日、私ね、吉井は、なんかお得とか安いものが大好きなんですよ。で、皆さんにお得を教えてほしいなと思って、なんかお得を教えてコーナーと題しまして、皆さんにぜひぜひいろんなお得を教えてもらいたいなと思って。例えばね、さっき、私今日、時間結構早めに来たんで、サンモール行ってたんですよ。で、スーパーとか、あともしくはお洋服とかもお得が好きなんですけど、ドラッグストアに行って、ミンティアが69円で松木用で売ってたんですよ。で、69円って松木用でミンティアだったら安いじゃないですか。だから、69円だと思って、まあ、3つぐらいだったんですけど、10個まで69円ってことで、お一人様10点までっていうことで、まあ買ったんですけど、で、買って、わあ、お得だったと思って、帰ったら、隣の向かい側にあったドラッグストアで、ミンティアが68円で売ったんですよ。で、1円安かったんですよ。でも、ちょっとショック受けちゃって、1円でも、なんか、安い方が嬉しいじゃないですか。だからそういうお得が好きなので、例えば、DVD だったり CDR とかなんかね、そういうのもしお安いものとか、例えばダウニーでもいいんですけど、ダウニーとかこんぐらいのボトルが39、398円っていうのは安いのかとかちょっとわかんないんで、例
えば DVD も20枚入ってて、1000円がお得なのか980円がお得なのかとか、あと CDR とかも20枚で1000いくらがお得とか、もしそういう情報を皆さんあったらどし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 ツイートしてください。はい、ゆうじじじさん、こんばんは、よしえちゃん、いい感じですね。あ、ありがとうございます。ちょっとドキドキしてますけど、こんな感じでですね。ゆうすけゆうとさん、お得意といえばよしえちゃん、ティッシュもらえてよかったね。あ、そうなんですよ、今日はティッシュもらいました。ティッシュ、そう、ティッシュ欲しい時かけてなかったりして、最近やっぱ外が寒くて、例えば電車の中とか建物の中とか入って暖かくなると、なんか鼻水出ちゃうんですよね。だからあのティッシュ欲しいなと思う時にもらえないなっていう風な話を昨日してて、はい、今日はティッシュ配ってたので早速もらいました。あります。そうそう、ティッシュといえばなんか家にあって、このエリエールの鼻すっきりメントールっていうのがあって、多分このティッシュ質もいいんですけど、メントールが入ってんですよ中に。このティッシュやばい、いいなと思って最近ハマってます。はい、ということで、男といえばそう、ティッシュもらいました。しすけさん、0910さん、一つ一つリアクション取ってくれてめちゃくちゃ嬉しいです。やっほー、 ありがとうございます。じゃあせいすけ0910さんの元に TL 行きましょうか。せいすけ0910さんの TL にお邪魔しますということで、お邪魔させていただきます。はい、兵庫県淡路市70年代生まれのおじさんです。最近はインド派になりました。睡眠11時間取ります。お、結構取りますね。毎日テレビ付けで CS ばかり見て、時間が足りないようなサッカーにどっぷり使ってます。お、 CS といえば私もハマってます。もうスカパー三昧です。家にいればもうとにかくスカパーばっか見てますね。でしかも最近、あの先月かなの中旬ぐらいから Mnet に加入して、あの Mnet は韓国の番組なんですけど、あの Mnet ってなんか他の番組とセットとかなくてもう単体なんですよ。で1500いくらとか月額取られちゃうんで、もう見なきゃと思っちゃうんで、ついつい見ちゃうんですけど、どんどんいろんなね、人のドキュメント、アーティストとかアイドルのドキュメント見ちゃうとやっぱハマっちゃうんですよね。ドキュメント見るとこんなにいろんな、例えば 2PM とか もちろんそうですね、あと誰だろう、まあ、FTR などとか私最近好きなんですけど、ビッグバンとかの最近良さもやっと分かって、そういうレジェンドシリーズとか言って、そういうシリーズでいろんなのやってるんですよ。一泊二日とかそういうね、バラエティ番組とか、そういうなんかそういうドキュメンタリー見ちゃうとハマってしまって、ずっと CS 漬けです。あとちょっと前にハマってたのが FOX TV でもうドラマですね。ドラマだったらゴーストとか、あとはそう CSI シリーズはずっとハマってますし、あと FBI とか、あとはボーンズ、あとは何だろうな、ナンバーズとか、そう最近ちょっとドクターハウスとか、ハマってます。そうそう、設置でしました。 CS 話に自分が花が咲いちゃってごめんなさい。 TL お邪魔しなきゃいけないのに、しすけさんごめんなさい。今行きますよ。また読んでくれたちょうどいいです。あ、私さっきも読んじゃったもしかして。でもまあまたいいですよね。はい、姿だけでもいいな。あ、これ私？ありがとうございます。そうそう、かわいいちょんまげってね。そうそう。コメントできる。こんばんは、よしえさん。あ、こんばんはです。他にはないかな？あ、いろんな方のにお返ししてますね。他にはあるかな？おほほ。あ、ほんといろんな方に豆ですね。ということはですね、ちょっとお待ちを。
いろんな方のお帰りにご帰り入ってプシュですね。おやすみんことか。コメント、学生さんみたいですね。あ、私かこれ。ありがとうございます。学生さんみたいですか。さっき学生の憧れみたいな、教師みたいですね、みたいな。来てましたね。あと、髪の長さが今最高にいい。これ、誰のこと？私のこと？それとも、ご本人のことかな。ということで、私フォローさせていただきます。皆さんもぜひぜひフォローをして仲間になっていきましょう。ということで、せいすけさんのところにお邪魔しました。はい、すいません、自分の CS 話に盛り上がっちゃって、なんかあんまり TL 読んでなかった気がしたんでごめんなさい。黒大輔さん、相談コーナーはお得情報はお得と、あ、もう本当につけてはどうでしょう。ありがとうございます。優しいですね。ありがとうございます。バリババさん、こんばんは。鼻を噛むときティッシュはクリネックスが一番鼻に優しい。あ、そうなんですね。おうほうほうほう、これもいい情報ですね。クリネックスだそうです。あ、クリネックス買います。スワユーストさん、うん、あ、これリツイートしてくださってですね、クロス大好きさんの、ありがとうございます。へー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 。ということで、そう、足が見えない山さんのリクエストだそうです。そうなんです、山中さんのリクエストです。てか皆さんのリクエストかな。ということで今日は足です。まさかのまさかのアンカクアのライブとか、アンカクア的には結構タイツ履いちゃってて生足にはあんま自信がないんで出すことないんですけど、今日は特別大サービスということで、はい、生足でツイートジョッキーをお送りしております。せいすけさん、ハイパーさん、ハイパーさんとヨシエさんと時は外されへんな。おほほほ、ゆういちいちなさん、はい、リツイートされてますね、ありがとうございます。SP ラボさん、スカッパーということで。そうなんですよ、もうスカッパー漬けでなっちゃってます。あとね、あと HD に溜まりすぎちゃって、撮りすぎちゃって、ほんと今 DVD にいっぱい落としすぎてて、本当にその時間がすごいことになってて、そのだから DVD の安いやつっていくらなのかみんなに教えてほしいんですよ。ジュン・キュートボーイさん、漫画、え、足が見えるのは山津さんのリクエストだったんですか。そうなんですよ。山津さんのリクエストだったんです。まさかのまさかの。あ、エムタモタロウさん、黒系の服もいいけど明るい系の服もいいですね。いいですよ、だって。あ、ありがとうございます。そうなんですよね、最近は本当にシックでモノクロな感じだったんで、モノクロばっか買ってたんですよ。例えば最近だとエモだとか、私マルキューファッションが好きなんで、エモだ、ムルア、あとは最近買ったのはこのブーツとかもそうなんですけど、こちらはスライですね。久しぶりにスライで買いました。そんな感じでマルキューブランド大好きな、はい、アンクアクエヨシエです。はい、とってもハッピーな時間をありがとう、せいすけさん。あ、こちらこそありがとうございます。スワさん、お得、サイフォンで飲めた、あ、コーヒー美味しいですよ。アルコールランプを使わない、電熱式もあるしおすすめ、サイフォンで入れたコーヒー美味しいということで、おお、お得情報ありがとうございます。アンディ12117さん、吉井さん、こんばんは。今やった、帰宅しました。こんばんは。はい、今からですよ。ゆうすけゆうぞうさん、オーバーアクションでギター弾いている赤いアイコンがまだ出てこないな。ん？これって、あ、そうか、ハイパーさんのことだ。そう、今日ハイパーさんはいないで、一人なんですよ、あの方、吉井が。はい、だから皆さんのお力を借りてということですね。はい、そうなんです。ドンリュプセンさん、こんばんは。こんばんは、はじめましてですね。ちょっと、じゃあちょっと読み、ごめんなさい、私、声苦手なんで、読めないんですけど、ドンキューセンさんのところにちょっとツイートお邪魔しようかな。はじめましてなんで。では、お邪魔します。田所栄一さんということで、福島県出身。あ、福島県出身。この前私先週会津に行きました。会津に行って、温泉行って、紅葉を見て、
まあ、家族でなんですけど、犬2匹も連れてだったんですけど、はい、ラーメン食べました。はい、喜多方ラーメン、本当は長谷川に行きたかったんですけど、あの長谷川に行ったらちょうど終わっちゃってですね、ラストの方がちょうど出られて本日は終了しましたっていうことで、長谷川に行けなかったっていう残念な結果になっちゃったんですけど、あのちょうど長谷川の出られた方も大阪から来たって言ってました。はい、長谷川有名ですよね、きっと有名なとこです。で、では自己紹介、サラリーマンです、ただのそれだけの男です。そうなんですか。ということでツイートちょっとお待ちくださいね。はい、アメリカではユーストって有権者と政治家が意見交換してましたね。そうですよね、そっか、すごいですよね、ツイッターってユーストも。はい、お疲れ様でした、失礼します。高機能は男のロマンです。あちゃんさんのライブですね。誰かジオンでしたかね、サーバー用のものだとか、化け物だ。 TG 小田さんは多分諏訪さんです。クワガタプログラマーたちは開発で体ボロボロになってんでしょうね、と。あ、ジェンズさんのライブのとこに行かれてんですね。はじめましてです。ぜひ、フォローさせていただきます。あ、ということで、皆さんもフォローしてください。ドンキューセンさんのとこにお邪魔しました。はい、ありがとうございました。ということで、そろそろ歌おうかと。ここで、あ、ここで、ここでということで、え、どれ歌うんですか。はい、あ、はい、ということで、はい、じゃ、こちらで、はい、始まりを歌おうかと思います。聞いてください。アンカーカーで始まり。生きているのをやめたくなかった、耐えられる自信がなくて、毎日不安で不安で押しつぶされそうだった。信じる気持ち閉ざしていたよ、もう傷つきたくなくて、周りが全て敵に見えて、目の前になかった。後悔は消えない、超えるにはまだ時間がかかりそう、痛みはまだしみる。
ということでありがとうございます。始まり聞いていただきました。ちょっと飛んじゃいましたかし。はい。まあこの曲はですね、まあ、始まりということで、まあ最初の出だしがですね、生きているのをやめたくなった。耐えられる自信がなくて。というまあ始まりなんですけど、まあそんなようなこともあったんですね、私も。で、こんな曲ができた。最後、まあ、最後の最後に、いい人生だったと言えるような人生を送りたいという、そういう思いを込めて、最後に、始まりというタイトルをつけました。この曲はですね、ユニットでもある、あの、ピアノいつも弾かれてる、津田直さんが作曲で、私が、あの、作詞書いてます。はい、今流れてますね。そんな感じで、へい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 ということでですね、そう、さっき少々あ、パチ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 ってありがとうございます。ピシボジさん、ディープスカイさん、ユースケヨゾさん、ヒバリヒムさん、ユマキチさん、クロウダイスケさん、カンツーさん、へいへい、ありがとうございます。ソワさん、そう、ソワさんのリツイートで、ユースケさんの、ユースさん、今歌ってる始まりも視聴できますってことや、アンカクアのホームページもありがとうございます。ユースケさんも、ソワさんもありがとうございます。そうですね。ひまりさん、あ、韓国語だ、すごい。読めないけど、そう、ハングルものね、習いたくてですね。はい。次の目標は、ハングル。ということで、私の中の目標で決めてます。あ、これもね、今 BGM に流れてる曲は津田さんのピアノ。いい曲ですよね。はい。せいすけゆずさん。せいすけ09103。歌も会話ゆい。わぁ、今日の吉井さんで酔えるな、ということでありがとうございます。言えますかね。はい。スクリュー片思いさん、始まり、ということでありがとうございます。はい。ほほほ。いい歌だということで、黒大輔さん、ありがとうございます。わ、ゆういち1173さん、我が家ではビデオ編集中なので、カクカク画像中。ということで、ブラックアウトはわかりませんでした。ふん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 。
ジュンさんすごく歌えるんですね。はい、ちょっとドキッとしましたけど、はい、途中からいい感じで立ち直ったかなということで、あ、せいすけさん、黒の中に牛さん花ですねということで、あ、ありがとうございます。今日は明るめの色で、こういう感じで、そう、服装もね、はい、最近ではない感じで、うん、新たなアンコアカヨシエを出していこうかなと思いました。日本語でツイートしないと牛恵さんわからないよ、諏訪さん。あ、すいません、まだね、ハングルね、習ってないんですけど、ハングルは治りたいと思ってんで、いつか読めるようになりたいですね。はい、ジュン、キュートボイスさん、牛恵さんの美声には誘われてフォローしちゃいました。あ、ありがとうございます。もくもくさん、もくもく2277さん、何度聴いてもいい歌ですねということで、ありがとうございます。すくいう片思いさん、うん、素敵な歌ですねということで、ありがとうございます。皆さん、ゆじさん、すごい、すごい、しですね、バチ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 ということで、ありがとうございました。聴きちゃいました、素敵ということで、ピシボイズさんも、アンコアユシクは、ヨシエさんのキラッと秋、夢気分音楽室、ヨシエちゃんの歌詞、始まり、素晴らしい曲だ、ということで、ありがとうございます。そう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 。そう、ライブもあるんですよね、今週金曜日。11月12日金曜日、こちらは立川バベルザロックタワーというライブハウスでですね、初めてそこでライブやります。はい。あの、立川バベルザロックタワーさんのとこには、なんかちょっと、まだね、なんかの関係よくわかんないんですけど、まだあのアップされてないということで、ちょっと何かのあれがあったみたいで、そちらにはね、まだあれ、あのアップされてないんですけど、やりますんで、はい、ちょっとそのあれも、どこにあるかな、どこにあるかな、私もねツイートしようかと思ってたんですけど、どこにちょっとわかんないから、後でツイートしますね。はい、お、ジュン、キュートボイスさん、マリエさん2号になりますよ。あ、嬉しいですね。あの、ツイッターで私もマリエさんを知って、ユースト見て、めちゃめちゃ歌うまいですよね。はい。私は本当に10月から、始めたばっかでですね。しかも、今日初めてなんですよ、一人で。で、しかも、先週ですよね、先週の金曜日。毎週金曜日はツイートジョッキーとして、10月からスタートして、津田直氏の音楽人生、赤ちゃんの要求に生きる方法として、津田直氏氏、音楽プロデューサーでもあり、作曲家でもある津田直氏さんの番組で、で、その私はアンコアクアとして、ユニットだったんで、そこに参加してたんですけど、もうなんか、本当に津田さんは、プロデュース方針として多分突発的だったりとか、こういう、なんていうんですかね、その場その場で生まれるものがあると思ってる、あるからっていうのを大事にされる方なんで、いきなり今日から TJ だからねっていう、今日から MC からだからねとか、そんな感じで、先週からアンコアクアの番組に TJ も金曜日、毎週金曜日のツイート10件も、アンコアクアの番組になっちゃいまして、津田直氏さんから。そんな感じで、アンコアクア成長日記として、デビューに向けてアンコアクアがユニットとして、まあ、ヨシエとして、アンコアクアヨシエとして、デビューを成長日記として、そして TJ、MC とか、本当私に苦手なタイプの部類なんで、本当に大丈夫なのかって思うような感じなんですけど、ここで皆さんと一緒に、皆さんの力で、そして、鍛えられながら成長していきたいという成長日記を込めた番組となっておりまして、そんな感じでですね、12日金曜日？カレーだ。あ、カレーだ。カレーの、カレー屋さんにいる感じの、こちらの BGM になってまいりました。ということでですね、皆さん、カレー屋さんにいる気分になってください。そう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 。皆さん、カレー好きですか？私はカレーが大好きです。辛いもの大好きなんですよ、全般。だから、韓国も好きだし、チゲとかそういうのも好きだし、カレーも大好きで、
私が皆さんの、そうおすすめもぜひぜひぜひツイートしてほしいんですけど、あの TL で、はい、ぜひぜひあのね、あの紹介してください。私が好きなとこは、トプカです。あとはムーミンもいますね。あとはそうだな、まあ普通にココイチも好きですけど、はい、まあトプカが好きです。今は池袋サンシャインと、あと神田にあるのかな、神田、ちょっと誰か知ってる人いたらトプカ情報教えてください。そしてあのカレー情報待っております。としろうさん、まあ人生山あり谷あり TJ ありだよ、成長日記いいねということで、あ、ありがとうございます。あ、としろうさん、はじめましてですね。じゃあちょっとお邪魔しちゃおうかな、ということで、としろうさん、あなたの TL にお邪魔しまーす、ということで、はじめましてですね、私、はじめましてです。アルベールジルホテル。ほんほん。ちょっと読めないぞ。失礼しました。自己紹介。エディター、編集者。つぶやきは平等。検索からソーシャルへ。脱 TL。今ここ。あと、電子書籍も、ワープロも、肩書き派。当分、反面夢。当面の使命は、HD が見られるアナグロテレビを来年以降もこのまま壊れるまで使うこと、ということで、うん、アナログで壊れるまで使うということで、なるほど、としろうさんの TL にお邪魔したいと思います。遅くなりました、トーク番組になってますね。はい、とりあえずなんとか今日は初めてで、一人 TJ で初めてで、今日はアンカークアのヨシエキラッと秋夢気分と題しまして、音楽室、純粋音楽室ということでお送りしております。はい、あ、カレーがね流れてるから、そうカレーのね TL、 皆さんカレーの情報流してください、好きなカレーの、そっから流していきますから、しろさんの、あ、いろんな方のビバ帰り先面白いですね、ここの中でなんかやってんの、なんか本当にインド料理屋さん、カレー屋さんに来てる気分になりますね。唐揚げとか照り焼きみたいです、白身で食用カエルも同じ両生類だからちょっと愛嬌があるだけ、うん、ウーパールーパーって食べるんだっけっていう話で、そうからそういう感じだと思いますね。こんな感じで初めましてですね、としひろさんの TL にお邪魔しました、ということでですね、ディープスカイさん、何は必ずおかわりします、ゆうすけゆすとさん、 TL にお邪魔するきっかけをつかむのがうまい、ハイパーよしそうですか、いや今超ドキドキしててどうなってんだかって感じですけどね。わお、マリパパさん、ヨシエのカレージョッキー、ジョッキーに入ったカレーじゃない。カレーじゃないよ、ということで。はい。カレージョッキーになってますね、確かに。あ、ゼットヤマさん、若い頃はココイチの、5からだったのに、最近では3からが限界。ああ、5からでもすごいですね。うん、確かに、私も3からぐらいかも。辛いの好きだけど。そう、ちょっと前にココイチ行ったんですけど、あの、なんだっけ、マンゴーラッシーミルクっていうのがあって、それ飲んだら結構美味しかったです。カレーと、あの、プラス100円とか150円ぐらいで飲めるんで、お得でした。美味しかった。そう、あ、PC ボーイズさんも、そう、ありがとうございます。10月12日。はい、立川のライブの詳細を貼っていただいてますね。ありがとうございます。カレーは飲み物。え、カレーは飲み物なんですか？ひば、ひんさん。カレーは飲み物だって。すごいな。さ
すがに私カレー好きだけどカレーは飲み物じゃない。そうユーストさん、おこんばんは。でそうですね、消費さん、俺も遅れちゃいました。俺も美味しいカレー知りたい。そうそう、カレーの美味しいとこあったら教えてくださいね。あ、としひろさん、初めましてというわけじゃないかも。先週はしてます。物を大切に使いたいです。そうか、初めてじゃないかもよ、ところで。あ、失礼いたしました。もくもくさん、カレーとラーメンが楽しめるカレーラーメンっていうのがあるよ。あー、まあ確かにね、カレーラーメンもいいですよね。あ、カレーラーメン一回だけ私六本木で食べたことあるな。美味しかった。確かに、あのカレーうどんとかも好きですね。まあカレーも好きだけどラーメンも好き。ラーメンは豚骨派です。ということでですね、カレーはインドカレーに一票。あー、そうですね。皆さんどっち派ですか？私どっちも好きだからな。まあインドカレーも好きだし、そう、津田さんも、あのユニットの津田さんもインドカレーで美味しいお店いっぱい、そういうお店いっぱい知ってるんですよ。津田さんに聞いたらいっぱいあるよな。きっと津田さんは今日見てないんだろうな。うん、寂しいな。ということで、いつもならね、あの津田さん、アンクアクアだったら津田さんもいつもいて、12日ももちろん津田さんがピアノを弾いて私がそこで歌うんですけど、はい。ナシタルさん、今夜の夜食はカレーですか？あー、カレーいいですね。でも太るかも。あ、ゆま、ん？あ、料理ですか？料理は基本しないですね。でも誰かのためにだとしちゃうんですよ。あの、はい、誰かのためにだと張り切って作っちゃうタイプです。はい。うん、カレー、あ、でもカレーだとやっぱニンニクいっぱい入れますね。あとはそうだな、まあ、ソースとか、あといろいろ、結構いろいろ入れますね。ニンニクたっぷりのカレー大好きです。ハンデモニング、あ、非売品です。とか、そうそう、私ちょっと読むのが苦手だと、こう読むのまだ得意じゃなくて、ハンドレームいいなと。非売品です。 ありがとうございます。非売品さんですね。はじめ、こんばんは。ゆうすけゆうぞうさん、お得カレー情報。前の日の残りのカレーをインスタントラーメンにかけて食べると美味しいよ。あ、なるほど。そっか、残りのカレーをインスタントラーメンにかけて食べるとカレーラーメンになるんだ。そっかそっか、いいですね。確かに、お得情報ありがとうございます、ゆうすけゆうぞうさん。そっか、今度やってみよう。そうだ、最近カレー作ってないからな。うん、カレーいいね。マリポポさん、うちえさん、豚骨派ですか？奇遇ですね。私もです。おー、一緒ですね。私は、昔は醤油派だったんですけど、最近は豚骨派で、豚骨だったら、赤のれんが好きです。六本木っていうか、西麻布っていうか、あそこの赤のれん好きな人です。まあ、豚骨、もしくはラーメン、美味しいお店あったら、皆さんぜひぜひツイートしてください。カレーからラーメンから何でもありのツイート書き。あかかの。ということでですね、もくもく2277さん、やっぱりカツカレーが一番。ほう、カツカレー、男って感じですね。男性って感じします。コムさん、ココイチのカレーきしめん復活希望。え、カレーきしめんっていうのがあったんですか？あ、初耳だ。え、カレーきしめんってことはうどんなんですよね。美味しそう。え、このカレーきしめんは、あの、具はどうなってんですか？和風な味なんですか？味的には。今吉さんが今日カレーうどん食った。あ、いいですね。カレーうどん私も食べたくなってきた。せいすけさん、よしえさんおでこ広いですね。顔も広くて何よりですね。ブレイク待ってます。あ、ありがとうございます。そう、おでこ私広いんですよね。で、最近あの前髪、ここ1年ぐらい前髪、モード系にハマったんで、
つんまい髪ずっとしてて、あのメイクとかしないとなんでそんな髪型なのってよく言われるんですよね、すっぴんとかだと。はい、ということでですね、ちょっと戻っちゃった。あ、ゆいさんと高井さん、うちで食べるときは2種類のカレーを買ってきて混ぜて使うのはうちだけかしら、ということで、あ、ゆいちゃんもありがとうございます。あ、でも確かに私も2種類混ぜる。ちょっとゆいちゃんのとこ行っちゃおうかな。ゆい、佐藤、高井さんのあなたの T シャツにお邪魔しますということで、実はですね、ゆいちゃんのとこに行っちゃいました。ゆい佐藤さんですね、東京杉並区、イラストレーションで生計を立てた学生で、一児の母、そうなんですよね、ホームページ作ってみたので、てか皆さんぜひぜひゆいちゃんのとこにお邪魔してくださいね。あのゆいちゃんはですね、実はあの私今ライブ、アンクアクアのライブであのアートとコラボということでですね、あの今日はもうちょっと持ってこなかったんですけど、あの実はいろんな絵を飾って、あのいっぱいそういうパネル、ゆい佐藤さんのゆいちゃんの絵をいっぱい並べて、でその中で実はライブを最近やってます。はい、そうなんです。だからアートとのコラボっていう感じで、あんかくんのライブはそういう感じで進めてて、でしかも最近はそのゆいちゃんの絵パネルにさらに自分のストールとか自分の私物をさらに巻きつけて、さらに自分とのコラボをさせて、そんな感じであの異空間をアートとのコラボって感じで実は作ってます。はい、そのアートのコラボしているゆい佐藤さんなんですね、実は。はい、でしかもね、これ言っちゃっていいのかな、一児の母ってツイッターで書いてるからいいのかな、ということで、そうなんですよ、本当に、一児の母でそうやってイラストを描いてて、しかもすごい才能があって本当に素敵なんですよね。で、そうそう、12日のライブは新しいのを持ってきてくれるということで、すごい私も楽しみだから待ってますよ、ということで、お邪魔したいと思います。こんばんは。やっぱいい曲ですね。新曲は12日に聴けるのかな。そう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 、新曲、そうそう、2曲あります。1曲はあれです、ん、歌うのかな、あ、ちょっと失礼しました。そうそうそう、2曲多分12日のライブでやりますね。はい、楽しみに待っててください。あとはタックにおっぱいが呼ばれました。なおなお、プレゼント用意はとりあえずできたけど、絵が何枚描けるか、あ、タックにおっぱいあげながら応援しています、頑張れー、だありがとうございます。ちょっとゆい佐藤の靴の中、カバンの中の中身見せてよ。プリクラ帳とビヒール本とガムとデジカメが入ってんだ。こんなの入れて重くない？なるほど、これ写真が載ってんのかな。今度こそ撮れた。今の私には人生で3度目のファンタグレープ時代が来てます。1度目は小学生、2度目は高校生の時。ファンタグレープ時代が来てますってなんだろう。皆さん、ファンタグレープ時代が来てますってなんだか分かりますか。なんだろう、ファンタグレープ時代っていいね、なんか青春ってこと？あ、ということで、ゆい佐藤さんの TL にお邪魔しました。はい、私と実はアンカーカーとコラボしてるイラストレーションのゆい佐藤さん。ぜひ皆さんも遊びに行ってください。ホームページもあるのでね。あの、きっといろんな絵が載ってるんで遊びに行ってください。ということで、ゆい佐藤さん、あなたの TL にお邪魔しました。はい、ということでですね、あ、結構もうこんな時間だったんですよね。ということで、最後に、はい、一曲お送りしたいと思います。そう、実はまだ、あの、プロデューサーである津田さんと、まだ、あの、タイトル相談してないんですけど、私的には、あの、女子心で押していこうかと思ってるんですけど、あの、やっぱり羨ましいとか、妬んじゃったりとか、やっぱそういう気持ちってあるんですよ、女子って。
まあ男性もあるかもしれないけど、そういう気持ちをいっぱいもろに変えた曲、女子心ということで一曲お送りしますので聴いてください。いつも人と比べてた自分は劣って見えた。全部持ってる人を見ると悔しかった。どんなラフなスタイルでも立ってるだけで様になる。生まれ持った美人を見ると妬ましく。隣の芝生って青く見えるかな。つるりと焦がれちゃう。打ち上げきばかりぼやいてた私は腐りかけてた。幸せで心を聞いていただきました。はい、はい、そんな感じでですね、はい、初めてのアンクアクアヨシエのキラッと秋夢気分上手音楽スタジオで今日はお送りさせていただきましたけども、はい、初めてで緊張しましたけど、皆さんたくさんツイートありがとうございました。はい、そんな感じでですね、はい、今日も DJ は終わりでございます。皆さんたくさんありがとうございました。次は12日アンカーカーとしてはですね、12日立川ベルザロックタワーでライブやりますんで、よかったら遊びに来てください。こちらでも DJ やると思うんで、よかったら楽しみにしててください。ということで皆さんたくさんありがとうございました。またね、バイバイ。
使ってなかったらこれいこう。漫画編いきます。田代さん、お疲れ様でした。キラッとしていました。おはようございます。まだね。ありがとうございます。ワリパパさん、ヨシエさん、お疲れ。ありがとうございます。黒大輔さん、またね。明日も頑張れば、じゃないかも。あ、そう、明日はね。ユウスケ、ユウスさん、ライブ頑張れば。ありがとうございます。ナシタベさん、ヨシエさん、お疲れ様でした。ありがとうございます。PC ボーイズさん、アンカーヨシエ、アンカーかヨシエのキラッと、秋夢気分音楽室。ヨシエちゃん、お疲れ様でした。一人でお素晴らしかった。ありがとう。ヨシエちゃん、バイバイ、おやすみ、さよなら。ありがとうございます。ミントンさん、あ、ちょっと見えなかった。ミントン1231さん、お疲れ様です。ありがとうございます。イム15369さん、お疲れ。スワさん、ユースン、お疲れよ。だからありがとうございます。ブログ銀人男さん、バイバイ、ありがとうございます。アセロラさん、あ、お疲れさんで、お疲れサンタ、おやすみ野菜ありがとうございます。そしてドラギューセンさん、パチ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 、ありがとうございます。ゆうちさん、パチパチパチ117さん、ありがとうございます。アニさん、ヨシエちゃん、初めてなのにめちゃめちゃ良かったですよ。奥川様でした。本当ですか。うん、ゼッチャムさんも捕まえていた、ありがとうございます。M 友太郎さんもパチパチパチ、ありがとうございます。はぁ、あ、いやまだまだきっとあるよね、あるよね、あるよね、あるよね。スクリュー片思いさん、お疲れ様でした。歌っていただいて嬉しかったです。いや、なんかてんやわんや、てんやわんやでしたけど、ありがとうございました。いまいち813さん、歌ばっかでした。ということで、ちょっと読めなかった方、マッカバさんも、あ、エスピラーさんもありがとうございました。ということで、ちょっとごめんなさい、読めなかった方もありがとうございました。またね。
ているのをやめたくなった。耐えられる自信がなくて毎日不安で不安で押しつぶされそうだった。信じる気持ち閉ざしていたよ。もう傷つきたくなくて周りが全て的に見えて目も合わせられなかった。 過ちや後悔は消えない。超えるにはまだ時間がかかりそう。重い鎧を着て守ってた。身についた知恵だから弱いと認めたら全てが崩れそうで怖かった。昔には帰らない。私は強い、そう思って生きてた。本当はね、弱かった。最後の最後に思いたい、いい人生だったなと、自分を信じてみよう。すべてはそこから始まる。
知るほど好きになってゆくよ。いつだって君は僕の太陽でいてほしい。焼き付けている